タカさんチャンネルのタカさんです。本日もですね、こちらのカメラ Blackmagic URSA Mini Pro 12K を使いまして 12K 動画を撮ってまいりました。場所はですね、東京のスカイツリーに行きまして、スカイツリーの外観、そして外の夜景を撮ってまいりました。使用したレンズはですね、今つけてます、シグマの 28mm F1.4 のレンズを使いまして撮ったんですが、なかなか綺麗に撮れてると思いますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、
最後までご視聴誠にありがとうございました。本日の動画いかがだったでしょうか。これからもですね、どんどん動画をアップしていきたいと思いますので、チャンネル登録そしてコメントを書き込んでいただければ嬉しいです。それではまた次回よろしくお願いいたします。はい。